Sick. まあ、そうさっき帰ってきました。いやそんなこともないな、22時半ぐらいには帰ってきてました、広島に。ちょっと眠たくてさ、寝てないんですけどね。そう今から寝るんじゃけど眠たい。ありがとう。わーい。フラペチーノさん、月のしずくさん、デブニャンさん、アレキシさん、アモズさん、ショウさん、カニスティックさん、ホジェさん、強運の坪井祐介さん、デブニャンさん、ありがとう。昨日とといの美しい月は見られましたか？おとといは見たかも。ディズニークリスマスの、よく気づきましたね。キミさん、ライザンさん、ツルジュルタンさん、ありがとう。ナベさん、シギさん、Thank you。なんか今日クリスマスの動画なんかいっぱい見たけん。なぜか。トシヒロさん、ナッカンさん、チカノさん、テシナヌグさん、井上慎弘さん、コウジさん、長谷川さん、ユキさん、Thank you。大チョコピマルさん、ジャストミトさん、ありがとう。チカノレゴのやつ？大体15分くらいかかるよ。あんの？名産トラブルコムさん、ジュンさん、ありがとう。昨日の今日で早っ。ライドンさん、坪井祐介さん、ブルーさん、ボブさん、 Thank you。 こんばんは。セバスちゃん、ありがとう。うちに影響を受ける生き方なんで最高な生き方だね。ヘアバンドのガチなくなってた。はやっ、最近出たばっかなのに。つばねしゅんさん、メモつんさん、 Thank you。 クレーンゲームでチーカーの杉本とれたねえ。今日デミチと同じ年になった。お皆さん、お祝いの時間です。いきます。ホジェさん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。ちっちゃおめでとう。ブルーさん、 Thank you。 ちっちゃおめでとう。月が綺麗ですねに対する会社は、月はずっと綺麗でしたよがおしゃれだと思いました。ずっと考えてたんですか。あらい、うちに影響されてチーカーのガチャやったけど、時計のやつもモンガだった。あら、でもモンガも可愛いよね。白ご飯食べてるやつだよね。今日の坪井祐介さん、カズさん、デブニアさん、モンブランさん、 Thank you。 日焼けしてみえる。ほんとしとんかもしれん。逆にメイクしてない、ほぼしてないから。オフィシャルで新商品の見切り値を始めました。お、どっちだ。マッカーさん、ありがとう。ありがとう。うちはめっちゃ可愛かった。平作さん、 Thank you。 Happy birthday。 ヨカナさん、マサさん、デブニアさん、ありがとう。ヨヨヨのヨさん、 Thank you。 キーさん、ありがとう。本日ミチに憧れてギター始めました。どこのギター買ったの。ヨカノさん、ホジェさん、玉之助兵庫さん、ありがとう。
したけど、逆に女子がメイクをしてない方が男子は逆に好きだからね逆に逆だし、何のせい。ジュノロゴさんありがとう、秋田家さんありがとう、ノッキさん、あ、ホジェさん、タブーありがとうございますうん、花火ハッピーバースデーでもよく見るよね、なんかさ、すっぴんが好きって言うけどみたいな。ヨヨヨのヨさん、セントちゃんありがとう。すっぴんが可愛いっていう人は、違えた、すっぴんが好きっていう人は可愛い、すっぴんで可愛い人が好きなんでしょうみたいなさ、よく見ん。あげゆうじさんありがとう。スピードバードさん、たかちゃんありがとう。9月後半まであるのつら、あらまあ、そんなに開くね。トムトムさん Thank you。 スピンが好きとかメイク上手って褒め言葉難しい、難しいよね。ねえ、言いますよね。スカートが好きなのに。偏見だけど、すっぴん好きな人はバターそのまま食べそうド偏見。でもバターそのまま食べるの好き、私。こんばんは。そのまま食べるっていうか、なんか塊で食べたい。ラード食べるからほぼ当たってる。え、ラード食べる系の方だ。バターそのまま食べる。え、バターそのまま食べるってどんぐらいのさ、レベルの話なんじゃろ。こう、私はパンに塗るときとか、塊があったら嬉しいなっていう感じの、そのまま食べる。塊だけで食べるときもあるし、それはそのまま食べるってことだよね、でも。あ、焼き芋にバター最高。美味しそう。いやー、ソルティーバター最高。ホネさん、なあ、ありがとうございます。これはお誕生日おめでとうって調べて書き
きました。ありがとうございます。おめでとう。チームめっちゃ綺麗。本当？いや、当然。Thank you。 ヤスさん、トントン21さん、玉之助兵庫さん、デブニャンさん、ナカンさん、トムトムさん、ゴレヒロさん、キヨさん、今村つよしーさん、なんちゃん、ゆきさん、ありがとう。うの文字好き。あー、うーね、マリちゃんと同じ誕生日だね。うわ、重っ。じゃあ最後に一曲歌って終わろうかな。歌いながらコメント、誕生も読もう。歌えるかな今日。あんまり声出してない。何の歌でしょう。どんなに時が過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって忘れないよ。9月2日発売。あった、遠くから眺めてる。失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように。あれ、明日だっけ。臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら前が好きなだから、その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっと3年前の今日発売だ。指先を遠慮がちにつなぎ歩いた覚えてる。咲き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたって、うまくいってるのになぜか不安でいっぱいだ。初恋は誰
ター上を読んでいきたいと思います。13位井上義弘さん、12位カネスティックさん、11位天野さん、10位千村和さん、9位強運の坪井雄介さん、8位杉さん、7位玉之助兵庫さん、6位マサさん、5位ボブさん、4位トムトムさん、3位ナッカンさん、2位ブルーさん、そして1位はズルムンジジャン、ホージェンさんでした。ありがとうございます。さあ、ということで、そしてラッキーナンバー22はズルムンジジャン、白鬼使いさんでした。ありがとう。いつの日にか